長崎市への原子爆弾投下。最も重大な区分災害の一つである。区分は、科学、生物、放射性物質、核、爆発物のアクロニウムである。これらによって発生した災害を、区分災害と称する。主に民間防衛の文脈において使われる言葉で、1990年代以降のテロリズム脅威に対して発生してきた、総称としての概念である。 テロのみならず、事故や災害についても区分事案として捉えられるようになっている。従来まで各、生物、科学の頭文字を取った ABC と表記され次に NBC、その次に N に代わって放射能を意味する CBR で表記していたが、さらに放射線による破壊と核爆発によるものを分けて CBRN と呼称していたが、近年では、 先進国を中心に、さらに爆発物を加えた、区分と表記するのが一般的となっている。区分は、下記の5項目を意味する。各国では、区分事案に対する方策を検討、実施しており、欧州連合では、e、EU、CBRN 校を立ち上げているほか、世界健康安全保障イニシアティブにおいても、区分対策が話し合われるなど、 国際的な協力体制の構築が図られている。核兵器により破壊された広島市。化学兵器により殺害されたハラブジャ市民。区分災害の対処、特に有毒物質等への対応については、現場及び広報地域を3段階に区分することが重要である。これら3つのゾーンは、災害現場を中心として、同心延長に設定される。 各区域の大きさは問題となっている危険物の種類や地形、地物、気象状況によって変化する。例えば毒性の強い気発性物質が散布された場合、風速が2メートル毎秒であれば、10分後には1.2キロメートル風下においても被害が生じうる。このことから防災担当者はゾーン設定を慎重に行うことが求められる。また、 災害被災者を受け入れる医療機関においても被災者を搬入する出入口付近にウォームゾーンを設定し院内をコールドゾーンとするように除染措置を講じる必要がある災害発生直後においては被災者をホットゾーンから退避させることが最優先とされる人為的要因による区分災害の場合にはこの際 救助隊を狙った二次攻撃の危険性を考慮する必要がある。また、核兵器及び放射性兵器による災害の場合、放射線被爆は PPE によっても完全には遮断できないことから対処要因の被爆量に注意しておくことが重要である。レベル A、B の PPE 着用が必要であるため、警察や消防の専門部隊、自衛隊の科学家隊員など、 専門の訓練を受けた要因のみが活動できる。また、常脈路確保などの医療行為は、ほとんど不可能であるため、構想作業が主となる。ただし、神経ガスによる重症者に対しては、応急的にアトロピニアパム剤の筋肉内注射や、可能であれば気管相関が行われる。ただし、気管相関は、レベル APPE 着用時には困難である。 被害の拡大を阻止するため、ウォームゾーンとコールドゾーンの間で、除染措置を厳密に行うことが必要となる。除染を行う除染エリアは、現場を取り囲むウォームゾーンの外縁部、および被災者の治療を行う医療機関の侵入口に設けられる。地下鉄、サリン事件で見られたように、都市型区分災害においては、行動可能な被災者が、ここに、 医療機関に向かうことが想定されるため、校舎は特に重要である。除染措置は以下の段階を経て進められる。立位での水除染。実際には完全脱衣で行う。外での水除染を準備する対処要因。除染措置を受けた被災者は直ちに医療措置を受けることになる。ただし、除染措置によって汚染を完全に除去できるのは科学。 放射性、核及び通常兵器のみであり、生物兵器予選の危険性が残っている場合、隔離及び防護措置を継続する必要がある。担当機関、ありがとうございます。